なるほど。うん。けど、やっぱ違いますか？そうですよね。なかなかその数学って苦手でして、これじゃない、もう公式ってよくわかんないんですよ。じゃあ、こうですか。じゃあ、しょ。本当だ、数字が違う。計算って難しいんですよ。ここがこうで、こう、あ、ここか。なるほど、なるほど。ふむ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 。じゃあ。とりあえず一問できた。いや、もうほんとに、ほんと数学嫌なんですよ。で、私の方ばかり見て、そっちは問題できたんですか？どれどれ。ちょっと見せてください。よいしょ。プリント。うわ、めちゃめちゃできてるじゃないですか。わぁ。意外と頭いいですね。あ、はい。私は私で寄りますよ、もちろん。いや、でも、こう、数学ばかりやってると、その、肩が重くなったりというか、疲れると言いますか。じゃあ、もう一問だけちょっとヒントもらえませんか？ここ。ここだけ、ちょっと解き方を。なるほど。違う。これ、この、ここの式というか、この公式を使うやつですかね。なるほど。これ、じゃあこうでどうですか？ちょっと頭が爆発しそうになりました。待ってください。これもう X とか Y とかわかんないんですって。 X 待って、ここを先に計算するんですよね。なるほど。ここを先に計算した後にここのやつと足す。なるってよ。6678、こうか。なるほど。で、これがここと合ってる。じゃあ、これとこれがこうなるわけで、で、答えはこう。合ってる。やったー。やったー。
なるほど。忘れそう。もう本当に数字苦手なんですよ。まあでもありがとうございます。よいしょ。ちょっと頑張りましたし、休憩にしましょうか。おやつ用意してるんですよ。やっぱり疲れた後には糖分ですよ、糖分。カップケーキって食べれます？あ、チョコとプレーンがあるんですけど、チョコの方で。わかりました。じゃあ私プレーンの方食べちゃおうっと。よいしょ。